どうもこんにちは、みちです。今日はですね、国道18号線を、軽井沢から、高崎の方に下ってまいりまして、後ろにも見えておりますけども、鬼の屋さんの峠の釜飯を食べに来ました。ちょっとね、あいにくの雨模様なんで、早速ね、店内の方に入っていきたいと思います。はい、では早速店内の方にね、入っていきたいと思います。ですね、上信越道が開通してですね、ほとんどの車通りが上信越道の方に流れてしまったんですけども、結構ですね、先ほど店内の方をぐるっと見回したんですけども、その割にたくさんお客さんが入っていました。お土産物なんかも結構揃ってて、この辺のわさび漬け、あれかな、信州のお土産を忘れた人はここで買ったらいいかもしれないですね。で、早速峠の釜飯目当てのね、の方に早速ね、行こうと思いますけども、じゃじゃーん、ここに釜飯販売、ここにで峠の釜飯は買えるということです。ここで早速ね、豆乳の釜飯買ってみようと思います。はい、それでは早速ですね、鬼の屋さんの豆乳の釜飯いただいてみたいと思います。なんせね、片手なんでやりにくいです。書いてありますね、日本最古の駅弁屋、峠の釜飯を、お、鬼の屋。そうね、はい、では早速開けてみます。じゃじゃーん、はい、こちらが峠の釜飯、早速ね、いただいてみたいと思います。はい、では早速ですね、鬼の屋さんの峠の釜飯いただきます。こんな漬物セットもついてるんですね。漬物セット、これあんずですかね、あんず。タケノコです。例えばさっきですね、売店で釜飯1080円なんですね。で、そこで食べてもいいですかっていうふうに聞いたら1100円になりました。
でちょっとしばらくちょっと意味が分かんなかったんですけど、消費税が 10% に 10% に上がって、テイクアウトは 8% 減塩税率で、でイートインで食べていく場合は 10% なので、あ、1100円ですって言われまして、あ、そういうことかって理解できました。初めてなんかその税率がどうこうっていうのを体験しました。1ヶ月以上経ってるんですけど、鶏、美味しいです。で今この荻野屋さんなんですけど、本当に僕ちっちゃい頃はまだ上信越道なんていうのも走ってなくて、18号線でこう国道18号で軽井沢の方から高崎の方に抜けるんですけど、その時にちょうど坂下ったところに峠の釜飯荻野屋っていうのがあって、それが今の店舗なんですけど、今は上信越道が通ったので、横川のサービスエリアで峠の釜飯食べられますし、あとは、長野県の諏訪のサービスエリアにも峠の釜飯がありますし、もしかしたら JR の長野駅とかにもあるんじゃないかな、軽井沢駅とか。長野駅にはないみたいですね。日本最古の駅弁屋と。これ駅弁というくらいなんで、このすぐ近くに JR 信越本線の横川駅っていうのがあって、もう今は北陸新幹線で一気に峠を駆け上がるんですけども、昔はですね、特急浅間に機関車をつけて引っ張り上げた。それそんなに古い話じゃなくて、北陸新幹線が開業する長野オリンピックの時までそういう風にしてたんですよ。勾配が急すぎて普通の電気の列車では登れないので、貨物を引っ張る機関車を特急の先頭にくっつけて引っ張り上げたと。で、だいたい軽井沢駅を通過あたりとか高崎駅を過ぎたあたりで、電車内の売り子さんがこの荻野屋さんの釜飯を売ると。あと横川駅でその機関車をくっつけるので停車時間が結構あるんですよね。その時にホームに買いに行くのかな、皆さん。今は新幹線、ただ今も新幹線も
北陸新幹線だけちょっと仕様が違ってて、要はその高崎から軽井沢まで一気に標高差どのくらいだろう、1000メートルはないけども800メートルくらいの標高差を駆け上がるので、エンジン出力も他の新幹線に比べてパワーのあるものを使ってますし、ブレーキも逆にこう下るときはすごくブレーキに負荷がかかるので、ブレーキも北陸新幹線だけは強力なんだそうです。はい、美味しかった。ごちそうさまでした。先ほどもですね、食べてる時に触れたんですけど、峠の釜飯自体は、1080円なんですね。ただこちらに飲食ブースがあるんですけども、こちらで、食べてっていいですかって、でイートインすると1100円になります。消費税 10% の軽減税率のね、絡みだと思うんですけども、中で食べると1100円、持ち帰りだと1080円ということです。いや、美味しかった。先ほどちょっと釜飯に急ぐあまりささっとですね通り過ぎちゃったんですけども、お土産品結構ですね充実していますし、やっぱりですね、高速道路ができたんですけども、人通りじゃない人通りが結構あってですね、にぎわってますよ。この辺の信州そばも買えます。信玄餅も買える。なんでここで信玄餅が買えるのかよくわからないんですが、信玄餅も買えると。これ有名なんでしょうね、薄い峠の力餅買えるみたいです。これ買っとこうかな。はい、これはね、長野で、あれかな、八幡屋磯五郎かな、これ八幡屋磯五郎じゃない、これいいのかな。すごく八幡屋磯五郎の七味に似せたパッケージになってますけど、いいのかな。はい、こちらですね。はい、おやはりね、この群馬県この近くに下仁田、こんにゃくが有名なとこなのかな。だからこう玉こんにゃくなんかも売ってます。はい、いや、こうしてる間にまた続々とお客さん入ってきまして、はい、お土産3位が信玄餅、群馬県なんですけどね。はい、バスツアーのねお客様が多分ここでトイレ休憩と食事休憩をされるんですかね。多分ね、やっぱね、ここのね釜飯はこの辺通ったら外せない一品なんでしょうね。はい、ぜひね、高速で一気にこう軽井沢に上がる、軽井沢から一気に帰るのもいいんですが、天気のいい日はですね、ちょっと旧道の国道18号の方を下っていただけると、元祖のね、釜飯元祖の鬼の屋さんありますんで、ぜひね、寄ってみてはいかがでしょうか。
はい、ということで薄い峠のですね、峠の釜飯、荻野屋さんで、釜飯をいただきました。とっても美味しかったです。ちょっとねあいにくの雨だったんであれなんですけども、天気がいいととってもいいねドライブコースになるんじゃないかなと思います。